海に飛び込むライフガード。アメリカ合衆国メリーランド州、オーシャンシティにて、ライフガードが監視中であることを示す赤と黄色の旗。ライフガードとは、プールや海水浴場やウォーターパークといった水辺でのレクリエーションを楽しむ、ものの安全を見守る緊急対処員である。日本では、英力の不十分なアルバイト高校生なども、ライフガードと呼ばれることがあるが、本来ライフガードとは、 救命のプロを指す。本校では主に水難救助の歴史が長いイギリス、ライフガード発祥地であるアメリカ合衆国、ライフセービング技術の発達したオーストラリアの定義を中心に、世界各国のライフガードについて述べる。アイルランドのライフガード機の説明英語では、通常ライフガードと一語の時は監視、救助を行うライフガードを指し、ライフガードの二語に分かれる時は、 スイスや英国のこの駅兵ライフ、ガード連帯を意味する。欧米諸国では水辺の安全のために地方自治体や企業に雇用されたライフセーバーをライフガードと呼ぶ。そのため、ライフセービングクラブでライフガードの訓練を受け認定証を受け取るものが多い。ライフガードは英力があることを保証されており、歴者、救助、一時救命処置。 心肺蘇生法の訓練を受け認定証を保持している。それに加えて AED や酸素吸入器など軌道確保や水難救助のための特別器具の使用に対して認定を受けた者も,もいる。ライフガードの国際規定色は赤と黄色である。ライフガード、またはライフセーバーが監視中で安心して遊泳できる区域は上半分が赤で下半分が 黄色の旗二つの間と国際的に定められている。その他緑の旗は安全を意味し、黄色の旗は潮流が強いなど泳ぐのが困難な時に用いられ、赤い旗は遊泳危険または遊泳負荷を示す。青い旗は遊泳区域から離れて建てられ、サーフィンなどエンジンのついていない乗り物を用いる区域を表す。エンジン付きゴムボートに乗るオーストラリアの ライフガード会のライフガードは通常高い椅子や監視塔から水面を見渡したり歩いてまたは四輪駆動の乗り物に乗って波打ち材をパトロールしている監視塔は一般的に一人か二人のライフガードが決められた範囲の監視を担当している使用する器具は場所によって異なるが普通無線通信機器と救急箱は必ずあり軽髄用バックボード酸素素性器 AED、スキューバダイビング器具などが用意されている場合もある。設備の整ったライフガード事業では、硬い船体、またはイブと呼ばれるインフレータブルタイプのエンジン付きボートを所有しており、離岸流やその他の緊急事態により、うまく対処できるようにしている。加えて海岸から迅速に対応できるよう、敵車を乗せられる、スレッドを備えた手漕ぎボートや水上オートバイを、 所有する場合もある。またライフガードの乗り物やパトロールボートには双方向無線機があり、場合によっては新医療機器、酸素、ボンベ、テクニカルダイビング器具が備え付けられていることもある。地域によってはライフガードが山岳地の救助活動を行い、緊急医療隊として活動することもある。ドイツ団体 DLRG による ライフガード訓練ライフガードの中心業務は水中、また陸上における事故の防止である。そのため、ライフガードの実力を測る実用的な基準は、救助件数や対応スピード、救助で用いたスキルではなく、歴史、事故、その他の緊急医療事態の減少や不在である。救命能力は、ライフガードにとって不可欠であるが、命に関わる事態の回避能力も、 同様に重要である。プールでは、ライフガードが水泳コーチをしたり、水泳コーチがライフガードについたりすることがあるが、ライフガード業務は水泳コーチの仕事と同じではない。高校生や大学生には、ライフガードを楽しいバイトや夏休みの仕事と考えているものが多い。しかしライフガードは、監視区域内にいる人間がいかなる危険にも、 さらされないよう常に警戒していなければならない。他の仕事と同じように、ライフガード業務も迅速な決断力と意思疎通能力が要求される。いつ何時問題が起こるかわからないため、ライフガードはいつも人間を自ら引き上げ、人工呼吸、CPR、応急処置が行えるだけの肉体と精神のコンディションを整えておかなければならない。ベルギーのライフガード。 緑の旗は遊泳可能であることを示す。海、故障、川やウォーターパーク、プールにおけるライフガードの主たる任務は遊泳者及び訪問者を監視し、規則を守ってもらい、必要であれば救助や応急処置を施すなど、彼らの安全を確保することである。第2の任務は、事故や怪我があれば報告書を書き、設備が安全で清潔であるよう管理し、 ライフガードの救命技能を維持するためにトレーニングを続けることである。ライフガードは水面より高い場所や水面の高さに立つか座るかしてもがいているもの、溺れているもの、あるいは心臓発作、脳卒中、喘息糖尿病、痙攣といった急な発作を起こしたものがいないか監視している。監視において A 社は以下のようなカテゴリーに分けられる。 水中に沈んだまま、あるいは水に入ったまま動かないもの。この種の出来者を発見した、ライフガードは直ちに救助を行う。水に浮かべず、息を吸おうともがいているもの。体が水面に対して垂直になったまま、腕も垂直に回され、足のキックも効果をなしていない体勢は、本能的な水出来反応と呼ばれ、ライフガードは直ちに A 社を助けに行く。 敵者の多くは助けを呼んだり手を振ったりすることなく、大人は60秒、小さい子供は20秒で、水面下に沈んでしまう。疲れて、泳ぐのが困難になったもの助けを呼ぶ場合も呼ばない場合もある。ライフガードは、通常、安全な場所へ移送する。移送後にサポートが必要なものもいる。通常の A 社ライフガードは、様々な器具を管理し、携帯し、 その使用法をマスターしていなければならない。使用される器具の種類やスタイルは場所によって異なるが、以下の器具は、ライフガードが雇われている場所に大抵備え付けられた、ものである。地方自治体や企業に雇用されたライフセーバーを、ライフガードと呼ぶため、ライフガードが使用する機材は、ライフガードという露光や色を除けば、ライフセービング機材と同じである。イギリスのライフガード専用車。 無線機とレスキューボードが上部にレスキューチューブが左側に見える。ライフガードが勤務する場所によって携帯機材は異なる。プールのライフガードは以下のものを携帯する程度だが、海のライフガードはフィン、レスキューボードを持ち、水上オートバイを所有することもあるイギリスのライフセービング誌は18世紀にまで遡るため、旧イギリス植民地であったオーストラリア、ニュージーランド、 カナダ、アイルランドには、イギリスの救助組織、ロイヤルライフセービング協会の影響を多大に受けている。これらの国では、ライフセービング活動をする者の,のうち、ボランティアを、ライフセーバー、雇用された者を、ライフガードと呼ぶ。ライフセーバーはトレードマークである赤と黄色の二色棒を被っているため大変見分けやすい。それに対して、ライフガードは、ユニフォームや機材に赤、 白、オレンジ、黒といった色を用いる。日本ではライフガードに相当する艦長は存在せず、日本ライフセービング協会がライフガード化を事業の一つとして目指している。アメリカ合衆国では19世紀末からライフガード職が確立されており、ライフセーバーという呼称はボーイスカウトなど一部で利用されるのみである。そのためライフセーバーはキャンディのライフセーバーズを指す場合が、 圧倒的に多い。一般的にライフセービング活動を行う者は全てライフガードと呼ばれる。プールライフガード系追用バックボードに患者を乗せる。イギリスでは2団体がプールのライフガード訓練を行っている。ロイヤルライフセービング協会のナショナルプールライフガード資格と水泳教師協会のナショナルレスキュースタンダード資格である。近年、ナーズを ライフガード資格と認める施設が減っているため、現役プールライフガードの大多数は NPL 級資格保持者である。NPL 級資格を取得するには必要とされる二単位を最低38時間かけて終了する。資格は取得日から2年有効。更新には2年間に最低20時間の訓練が要求される。ライフガードを雇用する者は イギリス安全衛生庁のガイドラインに従って、毎月1時間の訓練時間を与えなければならない。NPL 級資格を持つ者は、脊髄損傷の可能性がある負傷者を固定するために、設計された救助器具、頸髄用バックボードの使用法に対する訓練を受けい化モジュールとして資格に加えることができる。NPL 級は北アイルランドとアイルランドのレジャー業界でも、 適用資格となっている。ビーチライフガードロイヤルライフセービング協会は、海のライフガードに対しても、ナショナルビーチライフガードという資格を認定している。更新者に加えて、毎年700名が新しく、NBLQ の資格を取得している。NBLQ は、海底3.1班となっており、資格取得日より2年間、有効である。基本。 NBL 級資格に追加できる多種の特殊モジュールが存在する。モジュールには超短パームオペレーター、水上オートバイ、レスキュー、サーフ技能、パドル使用機材によるレスキュー、レスキューボート、AED、CPR、酸素吸入などがある。十分に財源の潤ったビーチライフガードサービスを提供するために、王立救命提供会による募金運動が行われている。 イギリス南海岸を対象にしているが、数年後にはイギリス全土に拡大する予定である。カナダのすべてのライフガード及びライフガード女子は、非営利団体のライフセービング協会によって資格認定されたものである。ブロンズクロスと呼ばれるライフガードアシスタント資格は、ライフガードの女子として活動できるが、一人で業務に就くこと、アシスタントの数が、 ライフガードの数を超えることは禁じられている。ライフガード資格は1964年にライフセービング協会内で発足したナショナルライフガードサービスによって発行され、唯一カナダ全土で通用する資格である。法的には認められていないが、カナダ赤十字もライフガード資格の講習会を設けている。どちらの資格が優れているかは論争の的になっているが、どちらの資格でも 良しとする施設もある。NLS の資格は、プール、ウォーターパーク、水辺、海の4つのオプションに分かれている。どのオプションでも、その分野特有の事故を学ぶとともに、ライフガードの基本スキルや、あらゆる水施設の必須知識をカバーする、基本強化を終了しなければならない。プールの数が多いため、初めての資格として、プールオプションを選ぶライフガードが多い。 ウォーターパークオプションは波のあるプールやウォータースライダーのある施設で働くものに適している。ウォーターフロントオプションは湖や砂浜や波が穏やかな海辺で起こりうる事態に備えた訓練を行う。一方、サーフオプションでは常に波があるような荒めの海におけるライフガード技術を習得する。オーストラリアにおいてライフガードとライフセーバーははっきり区別されている。 ライフガードは海水浴場、湖、プールなど水辺のパトロールをするものとして雇用されている。通常ビーチライフガードは地元の地方自治体に雇用された公務員で年間を通してビーチを監視する。一方、オーストラリアで発展したサーフライフセーバーは海を専門にするライフセーバーである。ボランティアとして気候が温暖な時期の週末や休日に海辺をパトロールし、 またニッパーズと呼ばれる子供の育成プログラム、サーフカーニバルや、冬季競泳などの行事を行っている。ニュージーランドにおいては、ライフガードという言葉は通常プールで雇用されている、有資格者を意味するが、ボランティアのライフセーバーを指すこともある。一方、海における、監視、救助活動を、 ボランティアで行うサーフライフセーバーの訓練や管理はニュージーランドサーフライフセービング協会が担っている。協会認定のブロンズメダリオンを得た者はボランティアのライフセーバーとなり10月の労働記念日から3.4月の復活祭にかけて週末に海岸をパトロールする。夏の忙しい時期にはライフガードが雇われ平日にパトロールを行う。海においては ライフセーバー同様、ライフガードも SLSNZ の管轄下にある。バッサーバ派ハトの水内訓練ドイツでは、ライフガードが要する救助テクニックの訓練を行う、施設が二つある。一つが、ドイツライフセービング協会という世界最大のライフセービング団体であり、もう一つが、ドイツ赤十字社の一組織であるバッサーバ派ハトである。イタリアのライフガードは、イタリア水泳連盟と、 ナショナルライフセービング協会によって認定される。認定証はイタリア全土及びヨーロッパで通用する。認定証はプール、湖、海に分かれている。世界最初のライフガードは1892年にアメリカ合衆国ニュージャージン州アトランティックシティの b チで雇われた。しかし同年6月20日に行った最初の仕事は 通行人の通報があるまで14歳の少年が溺れたことに気づかず、沖へボートを出すのが遅れ、結果的に通りがかった水泳選手が救助している。アメリカ全土で通用するライフガード資格は6つの団体から発行されている。アメリカ赤十字社のライフガードトレーニングプログラム、YMCA、スターフィッシュアクアティックスインスティチュートのストルゴラット、エリスアソシエーツ社のナスコ。 また海やオープンウォーターのトレーニングはアメリカライフセービング協会の認定機関が行っている。一般的にプール、スポーツクラブ、ウォーターパークのライフガードは施設を所有する企業や自治体に雇われる。一方、オープンウォーターのライフガードは自治体に雇われた公務員であることが多い。組織形態は様々で自治体内にライフガードの部局を持つ場合もあれば、 海洋、公園、娯楽に関する組織内、あるいは消防、警察組織内に設置される場合もあり、完全あるいは限定的な権限を持つ法執行官である場合も多い。有志によるボランティアやパートタイムの職員もおり、クリント・イーストウッドは工場で勤務しつつ、ライフガードとしても活動していた。ライフガードは救助のための知識や技術を維持しなければならない。 訓練の動機好きになり、懇親会も兼ねて、競技会が始まった。アメリカでは、ライフガード選手権と呼ばれるが、それ以外の国では、ライフセービング競技会と呼ばれる。ベイウォッチライフガードのコスチュームを着た男女。2006年ハロウィーに映画や、テレビ番組のポップカルチャーにおいては、ライフガードはしばしばヒーロー的扱いを受ける。 最も有名な例は1989年から2001年にかけてアメリカで放映され世界で最もよく見られたテレビ番組ベイ・ウォッチであろう。1976年制作の映画ライフガードではライフガードの仕事や生き方に焦点を当てている。しかしライフガードは通過儀礼的な仕事で10代の若者がアルバイトとしてライフガードをした後、 別の職業に移るのが常で、年配のライフガードは、ビーチバムという偏見がある。またライフガードが、サーフィン文化に浸って、独特の服装や言葉遣いをするという思い込みもある。そしておそらく最も一般的なのは、ライフガードやライフセーバーが、筋骨隆々で、セクシーだというものである。これは、ベイウォッチで、登場人物が披露したような水着姿、鍛え抜かれた体。 心肺蘇生法などが性的なイメージで捉えられがちなためである。EN、フラッグ英語版、Wikipedia2007 年11月26日10時41分、アトック版アメリカ疾病予防管理センター、ライフガードエフェクティブネス、ハットアトランティックシティミュージアム、ハットカジノコネクション、アトランティックシティ、ボリューム4ナンバー8オーガスト2007署はセキュリティ。ありがとうございます。